群馬の由美子です。今日は2023年7月7日七夕です。お久しぶりです。お元気ですか？私はYouTube をバンされたりしていまして、2回もされちゃった。最近動画を2つ削除されると1週間バン、投稿停止になるそうです。で、私、しばらく前にゼレンスキーはホワイトハットっていうタイトルで、作った動画が削除されて、なんか暴力を美化しているって言われてね。で、もう一回やったらバンだよって言われてたんですよ。それをつい最近やっちゃったんですね。で、まあそれもちょっとそのウクライナの話しちゃってね、それのせいだと思います。で、1週間停止、1週間ぐらいね、群馬の由美子には何でもないですから静かにしておりました。で、復帰第一作頑張ろうと思ってね、チャンネル登録者も500人を超えたのでありがとうございますっていう動画をね、それとミシェル・オバマの話を混ぜて合わせて作ったんですよ。でね、そしたらものの数時間で削除されてしまってで、その晩明け90日はに何かやったらもう即晩だよって言われてるんですよね。それをやっちゃったんで、また1週間投稿停止。だから投稿停止明けましたので、90日はおとなしめにやっていかないといけないっていうことなんですよ。そのミシェルの動画を上げるときにね、ちょっと何を思ったか、私はね18禁のところにチェック入れてね、アップロードしちゃって、ちょっと子供さんにはね、ちょっと良くないかなと思って、大人だけ見てくださいっていう意味で18禁にしたんですけど、それであれかな、 YouTube がパトロールしてるんですかね。すぐ見つかっちゃってね、それとも対群馬の由美子工作員が通報したんでしょうか、わかりませんが、残念な結果になり、いい動画だったんですよ、短くていい動画。今日は復帰第一作ということで、 JAL123 便墜落事故について気をつけながらやっていきます。次ね削除とかなんかあると、チャンネルが削除されちゃうんじゃなかったかしら。この話は友達から聞いた話なんですよ。群馬町出身の友達です。出会ったのは東京の大学で出会ったんですね。で、あ、同じ群馬の人なんていうんでお話しするようになってね、ベティちゃんみたいな可愛い子でしたね。でね、大学卒業して東京で就職して、で、私はしばらくしたら体壊してね、群馬に帰ってきたんですよ。で、うだうだしてました。で、そのしばらくして友達、その子となんか連絡を取ったんですよね。そしたら、ちょっとその頃その友達はちょっと落ち込んでいまして、じゃあちょっと群馬に遊びに来たらって、私オープンカー買ったからさ乗りに来てよって誘ったんですよ。私オープンカー乗ってたんですね。皆さんもね、オープンカーに一生に一度は乗りたいって思いません？もしそういう気持ちがあるなら、レンタカーでもいいから借りて一日乗り回したらすっごい楽しいと思いますよ。やりたいことはやって死にましょう。そういうわけでオープンカーを乗り回していたんですね、その頃。10年ちょっと前ですね。それで彼女が電車でお休みの日に群馬に来て、で、2人でオープンカーに乗って、群馬のナイアガラ、吹割れの滝、水上ですね、そこへ行ったんですね。利根川の源流の方ですよね、上流。すごいんですよ、その滝。一度皆さん行ってください。夏なんかはね、いいですよね。落ちないように気をつけてくださいね。柵とかないからね、素晴らしいんですよ、柵なし。
やっぱり何人か毎年死ぬみたいな感じですよね。うん、でその子はハイヒールできてね、ハイヒールにトレンチコートみたいな東京の OL さんですから。でそれでもうザクザクその滝の周りね、どんどんこう山の方も行ってまして、全然平気って言って、それでね、道すがらコンスピラシーセオリーですね、権力者の共同防御はある論、こういう話をいろいろしてね。で、まあ、その頃は10年以上前ですから、ディープステートとかね、そういう言葉もなかったし、なんとか崇拝、悪魔ね、そういうのも知らなかったです。だけど、まあ、日本はアメリカにやられっぱなしなんだよみたいな、副島先生の本を読んでね、読んだその本の中の話なんかをしたりしてね。そしたらね、その子が JAL123 便の話をしだしたんですよ。彼女のお父さんは群馬町で農業をやってたんですって。それも代々の農家の家じゃなくて、なんかお父さんが農業をやりたくて始めたそうで、うちはベンチャーなんだよなんて言ってたんですけどね。でそのお父さんが墜落した日にね、山を見ると長野の方から煙が上がってるんですって。で、あれ長野に落ちたなってお父さん思ったんだって。だけどニュースではね、群馬に落ちたって、なんで群馬に落ちたって言ってるんだんべ、あれ長野だんべって、ちょっとそういうふうに言ったかどうかわからないんですけど、長野だいなって、おかしいなおかしいなって言ってたんですって。そういう話です。群馬は、地味な県なのですが、首相を何人も輩出しておりまして、当時の JAL 日航機が墜落した時の首相は中曽根康弘、群馬県出身です。他には福田武雄、福田康夫、親子ですね。あと小渕恵三さんね、あとはちょっとそれぐらいかな。まあ、とにかく中曽根の領地に落ちたということになっております。この話はここまでにします。まあ群馬のゆみこチャンネルですけれども、この間マドマゼル愛先生がもう毎日 YouTube を更新するのをやめるっていう離脱宣言をなさってですね この閉めた、ライバルが休んでるうちに私がやるぞって思いました。ね、この間に愛先生を出し抜いて頑張るぞ、そんな風に思っております。これからもよろしくお願いします。さようなら。